にちは。前回は、コアを意識したスタビライゼーションのお話をしましたけど、今日はですね、その反対ですね、きつかった分楽にするということで、自然に立つという立ち方と体を緩める緩め方のお話を説明したいと思います。まずですね、まっすぐ立つ立ち方なんですけど、普段何気なく立ってますけど、今日はですね、骨で立つイメージを作っていきましょう。どういうふうにするかといったらですね、ちょうど操り人形で上からこう吊られてるような感じで、これは骨だけですね、骨だけを意識して骨で立つというふうな方法です。まず意識してほしいのはまっすぐ立つんですけど、足のですね、内くるぶし両方ありますけど、内くるぶしのちょっと中側ですね、中側に、意識してください。で、足はですね、自分の例で肩幅ぐらいに立ちます。で、今言った両方の内くるぶしがちょっと中側、そこからまっすぐ立っていきます。で、まずは骨ですから、一番下の頸骨ですね、ここからここまで、で次大腿骨で、骨盤、背骨、あばら、肩甲骨で、頭、頭蓋骨ですね。それをまっすぐ立たせるようなイメージです。じゃあやってみますね。まずはさっき言った内くるぶしの内側に、意識を集中します。で、その上に頸骨を乗せます。大腿骨を乗せます。骨盤を乗せます。胸を乗せます。頭を乗せます。と言ってもイメージわからないと思いますけど、今から言うときちょっと横向きますね。やり方は一緒ですよ。内くるぶしですね。で、肩骨乗せて、大腿骨乗せて、骨盤乗せてですね。で、普段意識してない筋肉が、働くか働かないかっていうのをイメージしてもらいたいんですけど、ニュートラル、結局前側の筋肉と後ろ側の筋肉がありますので、両方がバランス取れた位置ですね。例えば今こうまっすぐ立っているつもりでも、ちょっと前に傾いていれば、後ろ側の筋肉がかなり緊張してきます。で、ちょっとそのまんま後ろの方に体重を寄せると、今度は倒れまいと思ってこっち側の筋肉が意識する。それを自分でちょっとですね、立ちながら前に倒したり後ろに倒したりしながら、どっちも均等に働く位置を探してみてください。そこがちょうど骨で立っている位置に当たります。はい、そのまんま今やってますね。それで立ちます。立ったらば、今下半身の話をしましたけれど、上半身それを乗せるんですけど、背骨、胸、頭があります。で、全部やるのはちょっと非常に難しいですから、意識してほしいのは、まずは下半身の土台を作ったのは耳に集中。耳、立っている位置から耳を天井に向かって引っ張られるような感じに持ってきます。そうすると背筋がしっかり通ります。はい、横向いてですね、意識しないで立っているとちょっと見にくいかもわかりませんけど、ちょっと猫背です私は。これを耳を引っ張られるように持っていくと、背筋がスーッと伸びます。で、内くるぶしから頭の手を伸びます。すぐ上に抜けていきます。これがバランスの取れた立ち方ですね。普段何もしないときに、例えばこう横、真っ正面を見たときに、意識しなければこう肩が下がったり反対に下がったり、こう見てたらは猫背だったり振り返ってたり、いろいろあると思いますけど、今言った立ち方をまず意識してください。で、自分がどういう位置にあるのかっていうのをしっかりと意識してください。で、今度まっすぐ立てたとします。立てたらば、この筋肉を緩める、関節の周りにいっぱいついている筋肉を緩める、骨盤周りの筋肉の緩め方、肩甲骨周りの筋肉の緩め方、やっていきたいと思います。まずまっすぐ立った位置を作りますね。
そのままで自分の骨盤を横にゴト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 してる。前回チャックありますけど、はい、今骨盤です。はい、じゃ骨盤を止めて肩甲骨を。はい、今度は頭です。頭を押し戻して、今の3点を意識してもう一回緩んだまま耳を天井に向かってスーッと引っ張る。はい、これがバランスの取れた立ち方です。こうすると今全身がリラックスしたまま立っているイメージになっています。もう一つですね、最後に、骨盤周りをちょっと意識した緩め方ですね、普段皆さん走ったりとか歩いたりしますけど、その場で歩きます。この時にさっき言った背筋をしっかり伸ばしたまま意識してます。立っている、歩いているこの足ですね、だん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 つま先が床についてきます。はい、床にぴったりつきました。床から離れません。しっかりとついたまま歩いてます。ポイントはつま先側が離れない、で背筋を伸ばしたままリラックス。そうするとこの骨盤周りの筋肉が緩んでいきます。これ結構1分から2分やると面白くなりますよ。はい、という形で今日は立ち方と筋肉、関節周りの筋肉の緩め方、要するにリラックスする方法ですね、をやってみました。以上です。